ジェフリー・アラン・ネルソンは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。現在は、ホックススポーツフローリダで、マイアミ・マーリンズ戦の解説者を務める。1984年の MLB ドラフト22巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。1986年12月9日に、シアトル・マリナーズへ移籍し、 1992年4月16日にメジャーデビュー。一行右のリリーフとしてメジャーに定着した。1995年シーズン前の2月にはアリゾナ州ピオリアでキャンプを行っていた中日ドラゴンズの入団テストを受けて合格したが、条件面で折り合わなかったため遺跡は実現しなかった。そのままマリナーズに残留したこの年は62試合に登板して7勝3敗にセーブ。 防御率2.1796奪三振の高成績を残して球団初の地区優勝に貢献した。1995年12月7日にスターリング・ヒッチコック、ラス・デイビスとのトレードでティノ・マルティネス、ジム・マシーアと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。2000年までの5シーズンで4度ワールドチャンピオンとなった。2000年シーズン終了後にマリナーズへ FA 移籍した。復帰初年度の2001年にはオールスターに選出された。2003年8月6日にアーマンド・ベニテストのトレードでヤンキースに復帰。同年、ネルソンはフロリダ・マーリンズとのワールドシリーズで3試合を無失点に抑えたがヤンキースは2勝4敗で敗れた。2004年1月16日にテキサス・レンジャーズへ FA 移籍した。5月から7月にかけて 右肘と右足の手術、8月には、屈筋の敬遠で2度故障者リスト入りした。2005年1月31日に再びマリナーズへ、FA 移籍した。2006年は、セントルイスカージナルスと契約したが、開幕前の3月26日に自由契約となり、5月2日に、シカゴホワイトソックスと契約、6試合の登板でシーズンを終えた。 2007年1月12日にヤンキースと1日契約を結びヤンキースの選手として現役を引退した。ポストシーズンの登板数55は現役引退時マリアノ・リベラの73試合に次いで歴代2位であった。またマリナーズでは球団史上最多の432試合に登板している。2016年6月からは ホックススポーツフローリダでマイアミマーリンズ戦の解説者を務める。ありがとうございます。